ジャンシス・メアリー・ロビンソンは、イギリス・カンブリア出身のワイン評論家、ジャーナリスト。1950年にノースウェスト・イングランドのカンブリアに生まれた。1961年から1968年には、カーライル・カントリー女子高校で学び、同校 OG で、小説家のマーガレット・フォースターと、同じく女子風紀委員長を務めた。その後、 1968年から1971年には、オックスフォード大学セントアンズカレッジで数学と哲学を学び、卒業後の1975年にワインスピリット誌の編集助手となった。1989年にフィナンシャルタイムズ誌のワイン特派員となり、同誌に週刊コラムを持っている。2010年には3度目の訪日を行い、 山梨県甲府市と東京都で公衆ワインに関する講演会を行った。英国放送協会ラジオ4のシーラ・ディロンが司会を務める食関連番組でワインに関連するコーナーでコメンテーターを務めている。オックスフォードブルックス大学食科学部門の支援者であり、オックスフォードがストロノミカで講義を担当している。オックスフォードコンパニオン2ワインとワイングレープズ。 A Complete Guide 2 1368ワインバラエティーズインクルーリングゼアオリジンズフレーバーズはワイン関連書籍の中でも特に画期的な名著とされている USA Today 市はワイン界に信奉される女性プレイボーイ氏は一番人気のワインライターと称賛している1984年には女性として初めてまたワイン製造業者や販売業者以外で 初めてマスター・オブ・ワインの称号を与えられた。1997年にはオープン大学の名誉博士号を授与された。2003年にはエリザベス2世から大英帝国勲章を授けられ、英国王室のワインセラーのアドバイザーに就任した。自身のウェブサイトである jancisrobinson.com を運営しており、2010年にルイス・ローダラー。 国際ワイン評論家賞最優秀ウェブサイト部門を受賞した。2010年にはフランス農林水産大臣から農業功労勲章の役員に任命され、2012年1月にはワインスピリットエデュケーショントラストの名誉学長に就任した。ロビンソンは20点満点でテイスティングを行っている。2013年10月時点の平均点は16.4点となっている。 1986年に表したバインズ、グレープズワインズに対して世界的権威を持つワインジャーナリストのヒュー・ジョンソンは地球上に多数存在するワイン用ブドウの品種について著述した本の中で初めて広く読まれた本であると称賛している。1994年にはオックスフォード・コンパニオン・ツー・ワインの第一版を出版した。 オックスフォード・コンパニオン・ツー・イングリッシュ・リターチャーは1932年に初版が出版された歴史ある時点であり、ワイン時点は英国文学辞典以来となるオックスフォード・コンパニオンシリーズ本である。1999年にはオックスフォード・コンパニオン・ツー・ワインの第2版を2004年には第3版を刊行している。2015年9月には第4版が刊行される予定である。 2003年には世界的権威を持つワインジャーナリストのヒュー・ジョンソンと共にザワールド・アトラス・オブ・ワインの共著者となった。ザワールド・アトラス・オブ・ワインは1971年に第一版が出版され、14言語で計400万部の売り上げを記録しているワイン図鑑であり、今日の世界で最も重要なワイン、関連出版物とされている。2003年に第五版を刊行し、 2008年に第6版、2013年に第7版を刊行した。ありがとうございます。